はいえー、本当ね、斎、えー、藤さん、リング上では、ね、アッキーと呼ばせてもらってますけど、アッキーと組んで、このタイミングでタッグに挑戦するってことは、ものすごいワクワクしますあの、ね、やっぱりタイトルマッチ決まると、緊張して、ドキドキしてね、ああ、どうしようどうしようって思うこともあるんですけど、ワクワクの方が勝ってるっていうね、この不思議な気持ち。 ぜひ大阪で全力でぶつけたいなと思います秋を押しますありがとうございました続きまして斉藤昭人選手お願いしますえ今モやメと米選手からね嬉しいお言葉をいただいてえ今の言葉全く一緒です米選手とねえこの自分にとって、ね、ものすごい思い入れのある JC タックというところに同じコーナーで行けるのがとても嬉しく 心強く思ってますそして、えー、チャンピオンチームねこれは皆さんよくご存知だと思いますがこれだけ絆が強くてねそれでこれだけのことを成し遂げてきた2人が組んでるからそれはとてもつもなくね、えー、強いと思っている、えー、だから一瞬たりとも引いたり一瞬たりとも迷ったらすぐ切られるんだろうなっていうのはそういう覚悟は持ってますだから刃のもとに心を置く うん、忍んでね、うん、立ちの下に一歩でも先に入らなければすぐ切られてしまう、押しながら忍ぶ、押すで、ねうんうん、この確率を変えてみようと思います今からなんか3か月とかって言われてますけれども、でもまあ、4分の1っていうかね、まあ日本の中で四季っていうのもありますけどね、春夏秋冬、その中でも、まあその中の一つ季節っていうかね、そこを思いっきり熱く。 しようかなっていうで3か月あればね防衛戦もできますしでそのままベルトをもらったままえリングを降りようかなと思ってます続いては先ほど会見に出席されたこのお二人ですどうぞお願いします、はい斉藤 なんか身だしなみの後にちょっとボタン開けたらもう裸になっちゃうんでねもうヨド選手も,もうトレードマークの超ネクタイが決まってますから、ね、いやいいですねなんか久々にねあのこの超ネクタイを締めるとね やっぱ来たなっていうね、はい、もう挑戦してば私はこれだったんで、はい、あこの時来たなっていう、いやもう本当にお二人の試合が入ってるんだと思いましたけれども、斉藤選手、はい、この先ほどのね会見でもおっしゃってましたけれども、まあ引退まで残りおよそ三ヶ月と、いうところでこのまあ JC タッグそして相手が丸藤杉浦という対戦する思いというのは改めてどのようなものでしょうか。そうですね、まずはその引退するにあたって まあこれ以上試合を続けていくのが難しいというコンディションであったりそういうことではないということを大前提にそれで先ほどはあの選手としての話でしたけども今日、こうやって解説のメンバーというかですねチームでいるので分かりやすく解説をさせていただくと例えばですねこれインターハイやインカレそれから高校野球、甲子園ですね。 向かう人が高校3年生だったり卒業する大学4年生だったりという人が最後、その後就職するかもしれないですね最後の試合に向かう時ってどういう気持ちですかっていうそれを考えてもらえばスッと入ってもらうと思うんですね固定観念やこれプロレス見る時もそうですけど固定観念やスレオタイプでそういう感じで見ない引退に引っ張られちゃだめですよそういう感じで見たらどういう気持ちで最後の試合に。 挑むのかっていうのが、皆さんよくわかるんじゃないですか。はい。いや、松木さん、よく分かりましたね。いや、そうですね。もうついつい、やっぱり、あ、引退されてしまうんだっていうことを、ちょっと。先入観がいっぱいあったので。終わってないですからね。そうですね。ちょっと考え方変えます。はい。まあね。あの、思い出作りじゃないというふうに言っていただくけど、この一言は、本当にわかりやすいと思うんですよね。で、与野選手、その杉浦選手たちも、その、なんか、この、同じ気持ちというかね。 その対戦相手ではありますけれどもやっぱりこのノアを守ってきたのはその杉浦、丸富士この2人だけじゃないんだぞと言っていたのはとても私はグッときたんですけどリング上でねその言葉を聞いてね、うん、なんかやっぱり俺がノアに入った時の水田さんと話した時の気持ちがちょっと思い浮かんできて、えーうん、ああ、ちょっとグッときたなと思ってですね,ですねな,んなんか逆にさすがチャンピオン懐深いなあの心つかまれたなと思いましたね、うん、だからこれはもう本当にね。 ノアのタイトルマッチっていうのはあ<ー>本当にあのザ・タイトルマッチなんですよ、すね、私たちにとってはもう本当に至高の戦い、えー、もうどんだけあの緊張しても,もう試合で全部出さなきゃいけない、<ー>そういうね、なんか久々のこの空間が、<ー>しかもアッキーと杉<ー>浦丸、丸ジ相手にとってはすくないじゃないですか、N1、ねね、の決勝戦がある中でやっぱり、あノア、 この4人戦ってんだ見たいですよね松木さん、本当にこの4人がザ・ノアなんですよ、それはもう間違いなくそうだと思うんです、本当に。ですから、その斎藤選手、会見でもそういう質問とりましたけれども、この旗揚げ時を知っている人、本当に小川さんも引退されまして、少なくなっていく、斎藤選手もリングを降りるという状況の中でもしかしたら、その。 何,何回もない試合だと思うんですよね、そういうメンバーによる、はい、そこで何を残したいという,ふうに考えてますすかそうですね、うん、まず、まあ、全ての試合において、ノアの試合ってすごいですし、何が起こるか分からないですけど、常に一期一会だと思うんですよ、うん、だから、まあ、今度、9月1日もね、もしかしたら見るの最後かもしれないし、自分たちが防衛して。あ ベルトを取ってですね、うん、これからの3ヶ月間の防衛戦は全部あの丸口杉浦チームかもしれないですし最後 <laughs>、えー、じゃないかもしれないしいろんな夢を見ながら、えーはい、とりあえず9月1日ですねエディオンアリーナ大阪を集中して見ていただきたいなとそしてこの先の話もちょっと伺いたいんですが引退試合が11月17日愛知県の名古屋市のドルフィンズアリーナ大会で行われるということになりましたけれども。 引退を決めてからの,その心境なんですけれども何かこう逆にこうまた盛り上がってきている感じがあるんですけれども。 そうです盛り上がってますねあのまあ日本武道館の時も引退しますってマイク言って塩が止めるかなと思って止めなかったんでそうなんですかいやいやいやですいや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 めやい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 やもやいやいやいやなやい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 やんやいややい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 いやいや そうですねあの自分の気持ちの中には何も変わらないですね、あのリングを、まあ、11月17日、えー、名古屋のエディオンアリーナでしたっけ、うんえー、あそこであの自分がです、ね、リングを降りる瞬間まではプロレスラーですので、だからそこまでは自分があのプロレスのリングに初めて上がったといと全く変わらない気持ちですよね、そこまでは何も。はい その小川選手がそのリングを黙って去ったじゃないですか、はい、ああいう引き際も、ね、ありますし、まあ、そこはあのいろんなそのやめ方があると思うんですけど斎、うん、藤選手はどういうふうに。 そのリング降りたいなというそういうイメージありますから、ね。小川さんかっこいい <laughs> <laughs> 小川さんかっこいいなと思いますよね、えー、自分もあの大阪なんかで山瀬さんパッとやめたらかっこいいだろうなって思うんですけどでもやっぱり人それぞれ見せなきゃいけないこともありますしです、ね、でまたそのなんていうんですかね 選手一人一人にやっぱり皆さん見て、あの、こういうふうになりたいとか、こういうのいいなっていう。まあ、いろんな選択肢が多いとは思うので、はいはい、自分は最後まで悪あがきします。なはい。いや、でも、選手、はい、もうやっぱり斎藤選手を男にしないといけませんね。本当そうですね。えー、今回のタッグはね、あの、横にいる私にかかってると思ってるんでね。本当、まあ、もう、もうすでに男ですけど。男の中のね、男に。<laughs> はい、ね、はい、したいなと。思います、ね。はい、もうね、本当にもう、もう涙が出そうですけど、私も、なんか、聞いたことありますか。はい、えー、そうですね、うん、やっぱ、あの、すごい、丸藤選手、杉浦選手、の絆がさっき。俺たちは、すごいって言ってたじゃないですか、うん、でも、私から見ても、やっぱり。 最初に見たのがファンキーエクスプレスの2人だったのですすそこからやっぱり2人の絆って絶対あると思うんですけど一番2人が覚えてる中で濃いなんかエピソードとかあるのかなってファン的ににすすすごく気になり、ね、ありまま絆ああいや、前、あの関脇選手と小島選手が持っているタックにも調整したんですよね。で、ねはい、でもあの試合で、まあ、結果 負けてしまいましたけどもでもあの後の感情というか全く一緒でだったので寸分狂わずですねだからそういった部分でもあタッグチームとして気持ち一緒なんだなっていう深いものを感じましたよねなるほどねすいませんパッと深まるパッいやもう存在自体が絆ですよ組んでらず 同じこの団体にね,ね、えー、ずっと上がり続けてるこれが絆なんじゃないかなとね空気を、うん、もう実況を話しててやっぱり出どころは違いますけど、うん、やっぱノアでずっとやってきた人だなっていうふうにはすごくなんかやっぱ試合の空気が出るんですよね。うんうはい、ということでもちろんこの大阪大会にもご期待いただきたいですし11.17ドルフィンズアリーナ大会の、うん え斉藤選手の引退試合最後の姿を見届けていきたいと思います。チケットは現在発売中です。ぜひその融資を目に焼き付けてください。さあ、ということであっという間でしたけれども。お二人、本当にご無沙汰。あの、一言だけ。どうぞ。どうぞ。あの、九月一日ね。あの、ジェ戦もありますし、自分たちタッグもありますし、ジェーアもありますし。で、エヌの決勝もあるじゃないですか。今そっちが集中してるんで。ドリヒンズアリーナをさっき。エディオンって言ったかもしれない。あ、じゃ、じゃ、どれも大丈夫。でも、それは。 それだけ、引退の先にやらなきゃいけない、もっと見てほしいものがあるからっていうことだけで。はい、ご了承ください。ありがとうございました。期待してます。斉藤選手、米瀬選手でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。